せしました。4月の19か。4月19日火曜日、中野 TRF ランブルフィッシュ2恋大会始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は16名参加で、まあ、周りがうるさいんですけど、半分半分にある程度ランク分けしてトーナメントを別々に作りました。で、決勝だけちょっと変則的にするんですけど、決勝戦だけ、初級トーナメントと中小級トーナメントの上がってきた勝者で戦ってもらうんですが、決勝だけ、3ラウンド制にして、決勝の3ラウンド制の1ラウンド目は、上級者が全く動かないでください。1ラウンド取った上にゲージ貯めれます。はい、なので、初級者側はゲージ確保した状態で残り2ラウンド取るか、上級者側は3本取り返すかでやってもらいます。まあ、ディフェンスゲージは時間で溜まるんで、時間をかければいいかと言われるとまた話は変わってくるんで、まあ、そこら辺は好きなように。オフェンスゲージは溜まりますんでね。はい、まあ、決勝だったらまた言いますんで。はい、ではね、一応初級者上級者は交互にやってってもいいのかな。まとめてやっちゃおうか。いや、普通にやっていきます。普通に順調にやっていきますね。まず高木グリードバーダス雪とかや。はい、こっち一応初級者という扱いでやってます。はい、初級者と上級者みたいな。初級、まあ初中級中上級みたいな、まあラインが結構際どいですけどね。完全に上級かって言われると、まあラインが際どい人もいるんで。はい、まあ基本的にはトーナメントは一緒です。ただ決勝戦だけ、変則ルールを持ちますので、あらかじめご了承ください。決勝だけハンデがつく感じですね。はい、ラウンド開始は 1P 側が墓木グリード、 2P 側は雪とかやと。ちょっと今日ね、モニターが遠いんで、あ、キュータラ君ちょっと寄ってくれると助かる。あ、どうも。はい、モニターはね、上で見ますんでね。分からされちゃうか。はい、ランブル石の大会の方はまあ、いつも配置は初級者台を使うので、大会中だけは初級者台がありませんが、それ以外はランブルイッシュ、営業中はずっと初級者台を置いてますので、まあ、興味ある方はどうぞ遊んでいただければと思います。はい、現在ランブルイッシュ火曜日3台稼働しますね。通常台も2台ありますと。はい、今日大会やった RB2 の方も、まあ、来週からちゃんと3台きっちり固定で稼働させた上に1台は記事初級者台としておきますんで、こちらの方もまあ興味ある方はよろしくお願いします。まあ、RB2 結構初中級の差がちょっとあるんで、ちゃんと初級者台作った方がいいなと思ったんで、今日見ててね。はい、はい、試合の方はですね、まず開幕体力持っていったのは茅川だが、グリードが逆転する形で、さあラウンド1本取り返す。さあタスラブ巻きつつ、さあクータク、さあクイックリカバリー使ってしまって、ディフェンスゲージがない。対してグリード側、さあこのゲージ、グリードはクリティカルアーツがちょっと特殊な性能をしてるんですが、まああれを当てるレシピは一応あるけど、一応特殊演説のね、クリティカルアーツがあるんですけど、まああれを確定で当てる一応レシピあるんですけど、まあどっちかというとニセコンに近い。さあガードのから勝っていくのは墓木グリード、1回戦勝ち上がり。さあ前は生田さん活躍してたんですけど、今日は調子が良かったみたいですね。はい、第2試合目、塩さん、はい、シェリルと、三戸岡さんのビデン。はい、じゃんけんでワンピース見だけ最初グーじゃんけんぽい。ワンピー側にテストボタンがありますんで、あ、台車取ります。ワンピー側に、あ、ですね、一番下のエグジットでよろしくお願いします。台車通りますので皆さん優先でよろしくお願いします。
あの普段火曜日ランブル大会とか来てくれる方は分かると思うんですけど、火曜日こんなに人がいるの久しぶりじゃないですか。そうですね、リアルワールドツアーのおかげだと思います。あとまあ顔見せが結構ね、大会なしで3大会後に来ても結構来てくれてるんで。あの何気に実は今日ギャラリーに混じって RB2 の現役の方が一人混ざってきてまして、さっきからあの RB2 を稼働してるのを見てニヤニヤしてますね。どこで動いてるんだ。さあ試合の方はシェリルは結構上級者向きなんですが、まあ逆に言うと初級者を分からん殺しできるという一面も持ってるので、まあ正直な話、初級者同士の対決の場合はキャラ差とか相性よりも、まあシェリルを相手が知ってるかどうかっていうのはかなり焦点になりやすいんですが、問題はシェリルを使っている側の塩さんが、まあ、あの基本的な動きを覚えているか、まだそこまで達しないかが結構大きいと思いますが、触り合いはさすがにやっぱりシェリルがきつい。さあ火炎瓶のバリアを張りつつ固めていくのはミートオカビレン。さあジョルトが見えるのを潰していく。さあレアの技が当たった。あの技ね、あのガチ対決であの技当たるとちょっとがね、あれ当たっちゃうかみたいな、そういう扱いの技ですね。ただ勝ちみたいな、ゆうさんあの技当たったら追撃できてもいいと思いますよね。あれやったら食らったやつがあるでしょ。そうそう、あれあれ当たったら、あれ当たったら上に浮いていいと思うんだよ俺。そうそう、あのしかも空中打ちに当たるとねロックしないっていうよくわかんない性能してるんでね。さあさすがにちょっとビレンが相手だとさあまりにもきついか、触り合いで圧倒的な差がついてますからね。そしてこの火炎瓶である、一応扱いとしてはどちらもまあ、暗記使い的な扱いのキャラっぽいんですが、まあ関係はありませんね。まあどちらっつうと、ビルの方はどちらかというとチンピラ系の方なんでね。あ、シェリルは組織系の方ですけど。さあ勝ったのはビレン。まあ火炎瓶はまあクソ技なのは間違いないと思いますよ。まあもっともっとクソなのが一部あるだけで。火炎瓶自体もまあ結構強いですね。はい、じゃあサニアハザマバーダス DA のハザマ、さあひどい対決になりそうだけど、ハザマハザマサニア、はいはい、あ後ろの DA 君のじゃんけんで 1P2P の決定お願いします。じゃあ DA 君 1P で、じゃあ DA 君そこにテストボタンあるんで、あ、そうです、テストボタンじゃないです、それなんかよくわかんないクリーミーマミですね、ボタンではないです。まあ今日もね、南海さんがいたらね喋ってもらおうと思ったんですけど、南海さん昨日オレンジで頑張りすぎたんでもう疲れてますね。帰ってないって言ってましたね。さあ、はざまはざま、さあ青い狭間が DA の狭間、白い狭間がサニア狭間。なんで入った一応サニアの方には基本コンボとあと勝利を打ちまくれとしか言ってないんですけど、DA の君の方にはあんまり教えてないですよね。まあそこら辺でどう差がついてしまうかというところですが、まあ、DL 君は割とこう対応力は早いんでね、ゲーム自体はうまい子なんですが、さすがにちょっと経験的な差がでかすぎ、おっとそれ使う、さあ受け身から、さあここ入ってこの体力差だがどうなる、勝利打ってこなかった。さあここです、さあ明らかに DL 君勝利を警戒した飛びをしたんですけどね、打たないみたいな、触ってさあディレイから
ていく。そうですね、狭間は立ち絵が本当に強いんで、出し立ち絵の触りがかなり強いです。それを中心にしつつ、実は大攻撃もかなり強いんで、まあ使い分けですね。これはガロー、半角はガラシオット、ゲージは剥がない。ガードクラッシュ間近だが、勝利の打ち合い、後出しより、昇龍さあ空気が強い昇龍を打っていく。さあその前に DN 君もそろそろ気づいた、俺この勝利好きなんじゃねえみたいな、俺も打つわみたいな、あの勝利マジ。さあ DN 君も気づいた、俺も打つわ。さあ昇龍、そしてブーストダイブ。さあブーストダイブの効果はチェーンルートが増えるですね。あんまり効果があるかっていう。さあここで刺さって勝ったのはサニアハザマ。スモさんか、勝てる気しねえ。勝ったのはサニアハザマでした。勝っちゃったか。ありがとうね。はい、次はユーク光 VS ツボプラスベア。大丈夫？大丈夫ツボ君？あ、いいか。あ、普通の日本選手なんでね、よろしくお願いします。まあベア様的にはラウンド数が多い方が強いんですけど、まあちょこちょこ放送でベアが最強キャラ最強キャラって言ってますけど、まあ初級者中級者あんまり気にしなくていいです。ベア使って負けるのあんまり気にしなくていいです。ベアのクソさが分かるのはやり込んだ後なので、うん、むしろ最初はリトの方が圧倒的に強いと思うんで、やり始めはベアの強さは多分分かりづらいと思うんですよね。最初押し付けるタイプではないから、そうそうそう、ランブルの読み合いが分かってくると、どれもこれもあいつ有利の読み合いになってて、どういくっちゃって話になるんですね。なので初中級者が使っても多分ベアの強さが多分分からないはずなんです。もうあのベアの強さを理解した時点でも多分上級者だと思うんで、さあアークさあ、初中級者が使っても進化は発揮しづらいベアだと言っても、さすがにこのキャラさはでかい。さあ、三尺の光バーザス最強のベア、エアリから。さあ、一応ね、つぼくんにはクソムーブだけ教えてるんで、あれクソムーブっす。さあ、いいクソムーブが発動して、さあ、ベアの空中ダッチはなぜか着地一振れ前と着地一振れしか好調がない完全無敵です。一体どういうことなのみたいな。そうっす。そして、じゃあ着地硬直1秒狙えばよくねって言って突っ込むと空中エアリーが降ってきてコンボ食らうっていうね。さあ、あの時点でも卓になってるんで、はい、エアリーが来ちゃう、カウンター。さあ、空対空で殴ってもベア様は無敵なので空対空も通用しません。さあ、アーク画面端エアリー固めから暴れたところに昇竜拳刺さって、カウンターが刺さって勝っていくのはツボプラス。まあですね、ベア戦は人読みをちょっとやっていかないとやっぱきついですね。まあ、強気にエアリー待ってダッチ投げやるか、エアリー待ってきっちり上段当てにとるか。そう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 。はい、じゃあ中上級トーナメント、中上級トーナメントを、1回戦いきます。エフタニベンバラス白いベア、エフタニベンバラス白いベア。はい、こちら中上級トーナメント1回戦。あ、まああれ結構クソムーブなんす。まあ人読みで何とかするしかないです。もしくは向こうが別にリズムで遊んでるだけなんだったら、そのうちやり打つまでずっとこれ、まあ、我慢してるみたいな。突っ込めば負けようみたいな。あ、やばいな。
さあ、2ハハ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 ハ頂上対決の1個ですよね、これは。うん、まあ、立ち回りは多分ビレが一番最強だと思うんですよ、触り合いの部分だけで言えば。まあ、ただビレは他の強キャラみたいに防御面が強くないから、自分のターンどれだけ掴むかっていう感じなんですけど。ああ、まあ投げ仕込みにサンフレコパンとか結構強いですからね。さあビレがなんとか巻き返していきたいところ。まあ、ベア戦の基本はあまり時間をかけないことですね。あんまり悩みすぎると向こうはどんどん有利になるので。まあ、ビレンはね、まだ、ベア相手に割と触れる方のキャラなんで、あのダッシュジャンプ B が結構強くて、仮に空中ダッチで透かされても別にあのベアの攻撃食らう位置に着地しないんで、あんまり気にしなくてです。非常にビレンはダッシュジャンプが鋭くて速いんで、横に対して強いんでね。さあ、アークアクト。さあ、ゲージをオーバーブルーが入っていく。さあ、勝利怖いが、壊し刻んで、さあ、強気に行って崩していく。さあ、とりあえず火炎瓶は安定。からの、投げられて。さあ、ここきつい。ビレン、ここは踏ん張りどころ。ガクラが、ダメージはまだ安いが、体力は、おっと、うまく合わせたが、そうです、この技はなぜか着地の時は超ないんです。はい、一応あるんですけどね。な、駒投げとか刺さるタイミングはないけど、打撃はすのは結構むずいな。さあビエンがでも頑張って取り返していく。触りか、おっと下段が刺さって、さあ今度はさあ間に合わないか。はい、おっと DA。 さあゲージをごそっと吐いてはしまったものの、ビレン側若干体力リードの展開としてはいい形。はい、だがこれでまくる。そしてビア様、オフェンス2ゲージ、ディフェンスゲージ、おっと別にそんなイメージしなくてもよかった気もするが、インパクトから投げ。多分ね、ビエン、ベアのインパクト昇竜に対して、卓がないんで、打っちゃっていいと思うんですよね。はい、変わったのは白いベア。はい、次いきます。福さんのミト、バルス、トモキさんのアラン。まあ、でも視聴者の方にも徐々にベアの強さも分かってもらえつつあるんじゃないかな。まあ、ちょこちょこベアのこう怪しい動きとかもちょいちょいこう見えてる感じはあると思うんで。お前らちゃんとゲーム見てんのか。大丈夫か。動画が上がった時のために言っとくと、今ニコ生のコメントの方は脱衣に関してしか会話が進んでませんね。あのオーバーハンはなんかまだハゲにくいとかよくわかんない。いや、アンデメイさん、なんか脱衣系の話しかしてなかったんで。さあ、福見とバダス、トモキアラン。あ、台車取ります。台車優先でよろしくお願いします。道の方開けてください。まあ確かにベアは剥がれにくいかも。相手にもよると思うんですけどね。さあ、ミトのアランでラウンド取っていくのがトモキアラン。まあ、とりあえずアラン側はミトのブースダイブを本当なんとかしたい。
それさえなければまあっていう感じなので、やっぱりハート強い。あそこら辺はどう、あの結局ミトって本部にもオフェンス使うので、あのオフェンスゲージをいかに試させないかですね。ミト側に別にディフェンス溜まってももういいからオフェンスを持たせないことがどれだけ重要ですね。かなりさあ暴れを釣って、さあゲージはちょっともったいないかもしれないが、福さんもどっかでハートバリアも使うことも念頭に入れてないときついかもしれない。さあ使うタイミングコースに、さあ勝っていくのはトモキアラン。はい、次イスさんのミト、イスさんのミトバーザスユイエさんのガーレット。メガネが？メガネのレンズが外れました。ハンディキャップですか？あ、つけるなら、つけるまで待ちますけど。大丈夫ですか？てか、あんな簡単に外れもんなのかな。いやー、俺、メガネのレンズ外れたことないんで、外れるって話は聞くんだよ。ナイス。なんかネジが緩んでたりとかする。おい、こっち見んな。谷さん、さっきから初級で高ぶってました。初級で高ぶってました。止めに行った方がいいかな。さあ、ゆうえさん、まあ水戸使いなんですけどね。ゆうえさん、現役のランブル勢のゆうえさんのガーレットバーロス。さあ TRA からランブル始めた水戸使いの一三。さあ一三からせいは、さあ完全にあれですね、目上の存在ですよね。水戸使いの現役プレイヤー。さあ相手は見てることは分かってるので、あ、しかしそもそもガーネットってミト戦かなり終わってるんですけど、まあ、そこら辺どう終わってるかを一さんが知らないと、まあ、結局は意味がないんですよってことで、ラウンド取っていくのは割と圧勝でユイエガネット。一さん結構地上技振っていいです。あ、ガーネット飛びが高いんで飛びで差し込まれることはないです。空振ってもなんで、ガーネットの横押しを近づけないように、リーチ差で分からした方がいいですね。そう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 。割と罰でいいです。まあ、あとはやっぱりハートバリアって部分があるね。さあ、しかし危ない。あーっと、ダウン押しで。さあ変わっていくのはユイエガーネット。あーアレイさんどうしたんですか。あんなもんまあ TRA でランブル始めた人の一番の弱点はインパクトに慣れてなさすぎる、うん、インパクトされた時のこのあれが慣れてなさすぎるので、まあ、そこら辺ですね。もうみんなインパクト使わないとやっぱりそこら辺は成長しないので。あ、じゃあディスイカリバースケントラン。あ、ケントシノジャイ中。さあディスイカリバースケントラン。さあ俺的にはもう上級者扱いのケント君なんですが、まあ十分だ。やっぱりケント君ね、トモキさんほどじゃないけどアラン結構動けてるよ。動いてる。
まあいいんじゃないですか、俺はカインで勝ってるんじゃなくてプレイヤーセラで勝ってるんだみたいなことをランブルでこう中堅キャラを使って分からせれば。さあ一応相手は初中級卒業しましたディス・ヒカリ、まあ、ヒカリで卒業ってことは、まあ、ディスさんはもう動き次第はかなり動いてるプレイヤーですね。さあ固めまあ弱キャラのヒカリですが、まあアラン戦はまあいけなくはないかな。アラン戦はいける気がしますね。正直久保さんの部屋よりも久保さんとか、まあ駒上げを持ってるとまあリーチが実はある。お、俺バンガローダウン取って画面足削る。さあ飛びを読んで引っ掛けるが受け身から、しかし着地逆にさらに取って、さあ小林バーツまで決めてラウンドの時は検討ラン。さあバンガロー下段めくり食らってからの、さあここは練習、さあ置き攻めが始まるが、ここは結構難しい。正面基地ガードしてインパクト大江から、さあゲージ差ついたが、さあアランがゲージを回収したい、青江君はそのままこうしたい、引っ掛けて、ああそう危ない。さあ今ジャンプしなければ勝ってましたね。昇竜インパクトブローきっちり決めて勝っていくのはケント・アラン。はい、では初級者トーナメント2回戦に移ります。ハガキグリード VS 水戸カビレン。何も気にせずに早めの大キック大パン、早めの大キック大パン、ちょっと様子に逆処理、逆処理だから変にやりすぎると遅くて着地されてっていうのがあるんで。さあ試合の方始まって、あ、台車取りますので台車優先でお願いしますね。さあビレングリード、まあ、どちらの固めが結構強いからですね。さあグリード側はビレンほどの立ち回り能力がない代わりに、ゲイマルクガボーという特殊なちょっと能力を持ってます。まあ、そこら辺の使い方次第かな。特にガボーはかなりの、安定した防御能力を誇っているのでディフェンスゲージさえあればほぼ切り返しができます。他のキャラより安定して、そうですね、読み合いを放棄できるのは結構な強みではあります。まあそこら辺は難しいところですね。読み合い放棄して安定して切り返せるのが強いのか、読み合いになってしまうけど読み合いをしたらリターンがある過激とどっちを取るかはまあ人によるので、読み合いが得意か得意でないかという部分もあると思うので。さあ1回でダウンしたスラム、ラウンドテクのハガイユリド。ゲージ1本で確定でガンガンできるキャラっていうのはこのゲームでは結構珍しいですね。まあ、グリード通常 の, ちょっと癖さえ理解すれば実は初級者向きで、ディフェンスゲージ余ったらどうすればいいの、ガポを使ってればいいじゃんって言いやすいんでね。でも初心者だとコンボ難しくないですか。あ、いや、その難しいと思う、覚えなくていいです。おっと、俺肘、あ、ダメだ、これは特殊ルートにはいけなかった。だからね、肘中距離でうまく当てるとね、あれコンボになって入るんですよね、特殊ルート。あれかっこいいですけど。さあ赤木さんが2ラウンドでまさかのパーフェクト、ちょっと良かった。さあかなり押して勝ち上がり。はい、次ははい、サニア・ハザマバーダスツボプラスベア。いやね、サニアとツボ君がこうじゃれてるのはいいんですけど、
間は今福さんがすげえ困ってたんで。サニアとサニアとツボ君がよろしくお願いします、よろしくお願いしますって言ってるんですけど、ツボさんがあちょっとあの福さんがあの通してくれないですかねみたいな。はい。さあ多分ツボ君が有利な形だと思うんですけど、言うてもサニアなんで。何が起こっても言うてもサニアなんで決着してしまうんで、まあ何が起こるかわからないって。頂上対決の組み合わせその2ですね。でも狭間の方が強いっていう人はたまにいたんだけど、昔今まあさすがに今はベアなのかみんな。結構人によってね、ミトと狭間どっちが強いっていうのは人によってちょっと昔違ったんですよ。今の現役のプレイヤーがどう思ってるかは知らないですけど、昔はミト派と狭間派でちょっと分かれてましたけど、今どうなんですかね。個人的には狭間って、総合的に見ると、まあ野良犬さんも狭間とは言ってたんですけどね。まあ上の方のキャラを使っている人は大体狭間っていうらしいですけど、下位キャラ使っている人はミトっていうらしいですね。ミトがあまりにもきついから。まあそういうイメージもあると思うんでね。わかります。特に俺なんかメインでミト使っていればどうせミトキャラ引き当てだろみたいな感じに。まあ下位キャラからすればね、狭間でも圧倒的にミトの方がめんどくさいのは間違いないんで、いつまで経っても付きまとうハートバリアというなんかこう存在感が。さあ相川さんに足を打って台車が通りますので、皆さん通路を上げてください。ラウンド取っていかなかった予想通りの坪君、いやー、そろそろサニアに昇竜からのこうインパクトブローコンボを教えたら結構めんどくさいことになる可能性がちょっと出てきたな。さあカウンターから、あーくさして、おっとサニアの起き上がりにジョルト結構強気っすね。そのまま死んだー。勝ったのはツボプラス。はい、じゃあ次は、上級トーナメント第2回戦、白ひベア VS トモキアラン。さあ、ともきさんはミトをベアとかなりなんだこれって感じですね。おっと、高木さん、初級したトーナメント決勝ですけど、高木さん、やっぱりそう、なんでないです。嘘嘘嘘、別に変に恨みない、別に恨みやろうみたいなんでね。別に恨みを引きずってないわけじゃないんでね。1時間前負けたぞ。恨みって、あれこっちの話じゃない。あ、いやいや。はい、上級トーナメント第2回戦、白ひベアバラストモキアラン。さあ開幕やりだが、日よりちょっとダッシュが出ず安くなってちょっと焦ったところにアランのコンボが刺さる。あやり、まあベア戦序盤とっさに A 波動が打てると、空中 A ダッチ打ってもエアリーでもどっちでもいいから、とりあえず波動が出てれば最悪相打ちカウンター取れるみたいなんで、あれですけど、まあ、こんなクロスレンジだったらそんなこと言ってる場合じゃないですけどね。さあ、ベアが攻めて、あーおっと、割れたがちょっとミス、処理処理。さあ、しかし体力リード圧倒的ベア、ここでオフェンシブ使って、はい、セットプレイ、どうする。さあ、ここは、変わっていく、まあ、白井さんもインパクト絡みを覚えればかなり強くなると思うんですけどね。ベアは別にディフェンシブアーツに別に固執せずに、一本ずつ本当ディフェンシブ使って、もう普通に何も考えずに勝利打ってるだけでも相当向こうはめんどくさいはずなんで。
キャラによっては選択肢はないですからね。さあ、おい、刺さって、さあ、これは拾っていきたいところ、ちょっとミスった。さあ、エアリーから、ここはゲージを吐いていく。エアリー重ねから、そこインパクトしても実は意味がないんですよね。さあ、体力移動が多いので、時間をかけてゆっくり倒していく。さあ、ダッシュ回刺さって、さあ、ベア様、ディフェンスゲージマックス、確保の最終ラウンド。さあ、クソ技来たよ、今、エアダッチ着地処理。あれ俺よくやるんでね、エアダッチ投げ、エアダッチ処理とか言ってね。クソゲークライム、あのね、わかりやすく言うと、あの、時のエア投げです。投げ、投げ、みたいな。投げ、せっかくこう、みたいな。そんな感じですね。あの上から上から急に降ってくる、無敵に降ってくるみたいなね。さあ、やり、そこインパクトしても実はいなくて、おっと、ベア様勝利が出て出なかった。まあ勝利出てれば別にね。さあ、くん死んだ、発生保証です。あのまま発生保証で相打ちになるとベア様が追撃しだすので余計ヤバいです。あったな、白いベア。あいつがユイエ・ガーネットバーナス、ケント・アラン。はい、また見よう。あ、まだ、はい、よろしくお願いします。あ、俺はそういう攻撃いっぱい入ってんじゃないか、システム。いや、あの、基本操作説明。うん、貼って貼ってる、もう初期から全部貼ってる。まあ、後継しないと酸欠ができないんでね、どうしてもランクが違うんでね。もう先に言ってますが、さあ、ケント君、相手は一応メインキャラではないですが、ガチ勢です。負けても恥、負けても恥じゃないんで、ガン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 行きましょう。いや、一応これ有利キャラなんです、アラン側は。ガチとガチでやったら負けたら恥なんです。結構な有利キャラなんですが、まあ、言うても向こうは現役なんで、メインキャラじゃないと言っても。さあ、ピヨって、さあ、ラウンドテクノはユイエガメと。さあ、開幕強気のスラーからの、さあ、ガネはしゃがみがね、本当にあのユイエフレームがいい感じなんでね、固めにかなり適します。おっと、見せて、バガロッアクセル、まあその形は、おい、アクセル、ちょっと強気に欲張っていっちゃった。そしてダウン取って、さあ、ガークラさせていきたいところだが、さあ、暴れて食らったループ受け身ガリ吉できてる。アクセル暴れたところ、バンガーの壊しこすって、完全にケントペースだったが、がどうなの、体力差大きいが、おっと、ちょっと雲行きが怪しい気もして、お、なんてから、ゲンテは取り返す。ファイナルラウンド。そうですね、ガネに対して、しゃがみ大パン大とか大キックは、アランはかなり強いんでね。あ、内縁垂直ジャンプ牽制とか、強いですよ。ガネあんまりこう、上に対してそんなに強くないんで。まあ、1点を見されると、ピア引っ掛けられて、ひどいコンボがありますけどね。はい、大パン大パン、壊しと、さあ、受け身は枯れなかったが、さあ、ここでターン入れ替わって強気に行く。よし、ブロック上げて広い成功、知ってる、中盤。さあ、補正切りは失敗だが、きっちりされてファントムシュート、ガードフロー、傷知ってるこいつ。さあ、ガードフロー傷、下が繋がってないけど、その分かった。さあ、ガチ勢に対してまさかのやってる人しか知らないようなガーフレタを持ち込んでくる、ケント・アラン。さあ、今のはガーフです。ガーフを決め炸裂で勝ったのはケント・アラン。いや、違います、ファントムシフトの分身部分だけ重ねるとガーフです。
ガードポーズが取れない。お、はい、じゃあ初級者トーナメント決勝戦、ハガキグリードバーダスツボプラスベア。おじさんうるせえな。さあグリードベア、グリベアはグリベアはグリベアよくわかんねえけど無理なんじゃないの。まあガン有利っすよね。で水戸戦はちょっといける方のキャラっていうイメージがグリはあるけど、ベア戦は無理なんじゃないのっていう感は。あれグリードはすげえ高まってダッシュ強タスラムとか打たれてるやつだよ多分。ベアが適当にジャンプしてハイヤーダッシュ引き返してるだけで、強タスラムの通過短いから当たんないんですよ。ああそんなに強くないのか、なるほど。で着地したとこに投げが確定したりとかするんで、そういう話をしてたら終わりましたね、一回。あ、はがみさん、その組み合わせ終わってるらしいっす。え、さっきの俺の光とだとどっちが終わってますか。さっきつぼこが一回戦でゆうきさんにやった立ち回りをすると、グリルさんが涙目らしいっす。あ、なるほど。あっと、はいじゃまで終わった、終わった、はいはい、やりたいだけ、はい、やりたいだけ。さあ、アーク、さあさあ、失敗したけど、ガフ化されて終了。勝ったのは、ツボベア。え、あの技は、画面の攻撃判定に反応する当て身技で、成功すると、相手の全ての硬直が3倍。はい、なので、飛び道具のモーションに反応されている、最速で打たれると、長めの硬直のキャラは、端でも、ジャンプからコンボ確定で、よろけも3倍だから、目押しで大大大大大大とか言う。目押しはもうコストだけ。別にそんなまあ猶予すぎやるから。あ、いやもう最後応援さえ出てればかっこよかった。出なかった。ちょい出なかった。じゃあ。何やのディフェンスは。やばいんだけど。まあ上級トーナメント、決勝戦。さあ白いベア VS ケントアラン。あのね、ベアの強さで、あのディフェンスアーズもかなり強くて、まあ、確かに狂ってるぐらい強いんですけど、あそこに目が行きすぎるとベア側のあそこのディフェンスしか狙わなくなるんで、実はそんなにベアの強さは本当はやっぱ1本ずつ使えるディフェンシブの、あのインパクト何も考えずに強勝利とか A 勝利がマジきついんで、はい、まあタグとしてあるっていうのはやっぱ強いですね。飛び道具打てない瞬間がやっぱあるんで、これ下手したらベア対ベアがありますね、決勝。あとミトとかも実はベア相手に振っちゃいけない通常技があるんで、多段でどうしても出てしまう技があるから。ああ、多段が出てる間に、勝手に多段で出てしまう技は、ガーケン出せるんで、あのディフェンスのやつガーケン出せるから、多段が確定してる技を振ったらもう読み合いも何もなくてベアがあれ確定打つんで。あれとは別に突っ込む当て身を持ってる。そうそう、あの当て身も結構優秀でね、使うポイント選びは超強いですよ、あの技ね。こいつを消せるんでね。さあケントアランバラス白いベア、まさか珍しく初中級上がってきたのが両方がベアとかありえるのかな。さあやり、さあここは若干残るが画面足、この形は美味しい。さあおそらくインパクトを狙って小足が来たって感じですね。まあベアはそんなにリスク取らなくても小技に無理にインパクトせずに、まあ弱こいガードをした後の第2段目の台、あそこに取りに行くのが一番正解だと思います。アランとか特にそこで
2段目下段にしたところでしゃがみ台キックからだとアドバンスでちょっと拾うぐらいしか多分ないんで、さあこれ割りにいった。さあ今度は一方的な展開、やはりそこにバイトしても実は意味がないのね。みんなやっちゃうんだけどさ、ついやってしまう、ついやっちゃうんだけどあんまり意味ないのね。さあ超近い大ボス投げまくって、だけど抜けてきた。ラウンド取り返すは白ひベア。さあ問題なのはベアのゲージ、下のゲージが光ってることですね。あの大問題です。はいはい、一応アクセルストライクは空中が短い方の技なんで、あれに合わせるのは結構難しくて、飛びだと間に合わないです。あのアクセルを仮にあのディフェンサーで取ったところで飛びでは間に合わないですね。あの当て身のあれぐらいにきっちり回らないと。今のは狙ったんですかね。さあフロー引っ掛けて、さあ誘導し昇竜、さあ危ない当たり方だったか、助かってやはり、さあジョルト、はい、クヨッと最後は小足が下がって勝っていくのは白いベア。いやーベアベアになるか、あのガチ大会じゃないんだけど。ベアベアか、さあ決勝は特殊ルール、まず初級者初中級トーナメント勝ち上がってきたつぼくんが 1P 側、 2P 側は白井さん、ベア対決なんですが、3本選手制ですが1ラウンド目は白井さん動かないでください。1ラウンド目は確実に負けます。はい、で当然向こうゲージも貯めてくるんで、それ1本だけがハンデですね。ゲージプラス1本がハンデとなります。つぼくんは別に、普通の試合でもいいっていう話だったんですけど、まあ、一応最初から言ってたルールなんでね、これやってもらって、まあ、つぼくんは流れ試合では卒業もありますね。ワンピガワ、つぼベア、さあつぼくんは、まあ、好きに殴ってもいいし、ディフェンシブゲージを貯めるために時間をかけても、まあ、OK っちゃ OK です。一応これお互いベアなんで球の速度は一緒ですね。一応ディフェンス溜める方向に行くのかな。いつから攻め込むんですかこれ。まあ別に適当に殴っててもいいんじゃないですか。オフェンスはどうする。倒すギリギリまで殴っちゃってもいいんじゃないですか。久保さんの行動がよくわからない。まあこれは多分ディフェンスゲージ溜まるな。まあこのハンデがひどすぎるって話になった時は、多分それは坪くんがそれだけの実力だったってことで、まあ昇格ですね。まあまあ見ていきましょう。はい、ここから本勝負。さあ残り2本を坪くんが取るか、白井さんが3本取っていくか、決勝戦初中級トーナメント優勝者と中上級トーナメント代表者での決勝戦、なんとベアベアになってしまった。もうベアベアとかね、ちょっとランブルじゃないこう読み合いが発生してるんでね、他のキャラにないなんか相手の勝利に対して当て身で突っ込むみたいな、うん、他のキャラの当て身は取れないですけど、ベアのは攻撃判定反応する当て身なんで、ああなるほど、
取れるんですね。あれ確か飛び道具判定なんですね。飛び道具判定なんで他のキャラは当てみに取れないです。はい、台車取りますので台車優先でよろしくお願いします。さあこのパスが弱、台車届かない。さあ2連打カス当たりだが、さあお互いベアベアはまともにやってないからちょっとお互い悩みながら感じかな。どう動いていいかよくわからないみたいな。さあベアの強さを発揮しようとすると向こうもその強さを発揮しますからね。さあインパクト昇竜、それもね難しいですよね。ベアベアだと別に安定コードじゃないですよベアベアだと安定コードじゃないので、他のキャラ相手だったら他のキャラ相手には割と安定なんですけど、ベアベアだとおっとインパクトに対して勝利がジョルト空中浮いたように見えたが多分大キックかな今のは。勝利カス当てて、さあ地上のエアリーを大で大キックで止めていく。さあ空中ダッチも使いつつ、さあ触りづらいインパクト勝利勝利後出し勝利と相打ち、じゃあ相手の勝利を盗んだったらハードビーですね。当てみるぐらい回ってしまえばいいです。で向こうが何をしなかったら壊しから振り込んでね、変な読み合いだぜさあなんか服が剥げてきたぞ。あとはポニーテールが剥げれば、さあちょっとコメントを拾うのはあの危ないので画面は見ないでおこう。多分絶対ゲームの話じゃないところでやつら盛り上がってるさあベアさんのパワースーツが物見えなんですが、さあ長い勝負でここで取り返していくのは白いベア。さあここから2本連続取るか、ツボベアがラスト1本取りか取って終わるか。さあ車で決めてダイブリード。さあお互いディフェンス転倒してるのマジ怖いぞこれ。さあインパクトしてアドバンスで反応だが相手はベア様、これは一点読みだが外す、先読み行ったら相手は技を振っております。やりさあクイックに使う、広い成功こっちは。さあここインパクト勝利。さあディフェンスゲージに若干差が出てきた。さあやりさあやり画面足大キックやり、広いはクイックするが逃げれない、ダウンして助かった勝利。いやおっとアークまで決めていい勝負インパクトだが投げてどうなる、ゲージがアークが届かない、おっと痛恨のミスでファイナルラウンドへ突入。さあやりかさあインパクト様子見ですよねですよね、やることないよねお互い垂らしたー勝利強気にいってやっぱ勝利強いな、エアリーインパクト勝利、あそこ結構怖いだよな読み合いが勝利。さあエアリー一瞬待ったが遅れて飛んできた、そして白姫はリーチ、ジョルトは避ける、引っ掛けて勝ったのは白姫や、なんとかメンツを保った。ああのはい、まあつば子は卒業目前ということで一応ね、あの勝つことがあったら卒業でいいと思ったけど、まあまあいい勝負だったんですけど、まあギリギリで、まああのリーチということでね、坪君もあの卒業リーチということでよろしくお願いします。まあ卒業してもいいかな、どうしよう坪君どうなんだろう、坪君卒業でもいいかい、 OK、 じゃあケント君と並んでで
剣道場と学んで、じゃあ、初中級卒業で。坪健人は上級者です。はい。はい。卒業で。いやいやじゃなくて。卒業です。はい。じゃあ、本日卒業者は、一応坪君と健人君ということで。はい。今回は別にトーナメント形式でしたが、まあ、いつも形式ちょっと変わってるんで、あれなんですね。まあ、できるだけ初級者参加した間が、まあ、楽しめるような、展開を考えてはやっていますので、皆さん、参加費無料ですね。どうしご参加をよろしくお願いします。今週からランブル3セットからの、必ず1台は初級者台として動いてますので、興味ある方は来週か、再来週からでも結構ですね、ご参加のよろしくお願いします。それでは、本日の大会参加者皆さん、お疲れ様でした。また来週もやります。お疲れ様です。